スペインのコマルカは、地理的、経済的、商業的な基準によって、複数の無シピオで構成される政治、行政単位である。スペイン全土に17ある自治州の海区分にあたり、8114ある無シピオの上位区分にあたる。日本語では、広域区、または、軍と訳され、2014年時点では、スペイン全土に477のコマルカがある。 コマルカ設置の根拠法令は地方制度基本法42条。基本的には各自治州が必要に応じて設置するものであり、その統括は自治州政府による。2002年時点の州別のコマルカ数は、アラゴン州が33、カスティーリア・イレオン州が1、カタルーニア州が41、バスク自治州が7の計82だったが、その後増えて2014年時点では、 K477 のコマルカがある。コマルカは自治権や法人格を有しており、コマルカ議会がコマルカの運営を行う。地域整備、都市開発、保健、福祉、文化、スポーツ、教育、公衆衛生、環境などの権限を有している。コマルカの境会と県の境会が一致していない地域もある。ピレネーサン・ムヤク東部にあるサルダーニャは、 スペインとフランスの両国にまたがっており、南西側半分はスペイン領だが、北東側半分はフランス領である。1987年にいち早く全市町村が構成する41のコマルカを設置したカタルーニャ州では、コマルカの創設によって、県の存在意義が薄れ、県の廃止を希望しているとされる。カスティーリア語では、コマルカ、コマルカス。 カタルーニャ語とバレンシア語では、クマルカ、クマルカス。ガリシア語では、コマルカ、コマルカスである。英語では、ディストリクト、カウンティー、エリア、ゾーンなどの単語に相当する。ありがとうございます。